今回のプレゼントはこちら、メキシコお土産セット。メキシコの伝統的な帽子ソンブレロやマラカスなどが入ったこちらのお土産を1名様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。サマーズとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で内緒クイズ。チーム分けはご覧の通り。罰ゲームをかけてクイズスタート。いっちゃいましょうよ。はい、それでは本日の内緒クイズはこちらだ。カンクンのロケドライバーエドガーさん。ボナディアス。夜11時になるとドライバーに変化が起きます。それは何でしょう？あ、早い。おっと、どっちだどっちだ。で、アンジェロが教えたら、はい、夜か、タクシーになります。タクシー、あの彼自体がタクシーになるってこと？のカー、この彼にロケカーにタクシーに。あ、タクシーの仕事。なんかどっちに違うっぽいよ。違います。はい、はい、どうぞ。はい、ねちゃん、夜11時を過ぎると、うん、あの EDM みたいな明るいアップテンポの曲を流してパリピになる。なるほど、車内よね。車内パーティーピーポー。違いますね。まだまだヒント、はい、はい、どっちだ。アンジェルだね。当てろよ。タコに食べてる。タコに食べてる、うん、タコス。タコスね。あん、ヤミタコスをね、うん、食べて、うん、お腹すいた。大した変化じゃねえなそれ。お腹すいただけなんねえよ。何て言ったらいいのか、ちょっとヒント出しましょうか。うん、で、彼の環境が変わるんですよ。その彼に変化が起きるってよりも。分かった。どうしましょう。彼の奥さんが自動的に横に座ってる。どういうことですか、それ。つまり奥さんいらなかったですね、今まで。うん、今まで。奥さんがで、家族が合流してドライビングになる。夜いいですか、家族が合流してドライビングになるでいいですか。奥さんが、奥さんが、うん、そこをやめましょう。ヒント出しすぎですよ。奥さんが運転する。奥さんが運転する。おし、違います。え、違う。さあ、はい、奥さんから、うん、すごい電話がとかがかかってくる。なんで遅いんじゃない。門限、門限、門限。電話かかってくると心配。あ、違う。はい、ほぼね。惜しい。なんで、なんで。はい、奥さんが、はい、なんかこう迎えに来て、なんかこう浮気しないかずっと見てる。あの、ずっと浮気が心配で。浮気が心配で。正解。夜11時過ぎのロケ車の中にはいるよ。見てる。知らない女性が。Who are you? 私はエドガーの妻よ。別の日もすると思います。時には朝から。ビキに関係ねえじゃん。彼を愛しているから。それに浮気が心配だから。遅くなると来ちゃうの。寂しいから。かわいい。いいね、いい奥さん。正解はドライバーの嫁が現れるでした。ちょっと迷惑そうな顔したけど、旦那の。ちょっと現場来ないでもらえますかみたいな顔してましたけどね。ということで、三村アンジェロチームの勝利。アカネヒロコチームは罰ゲーム決定。今回もこちらのパチンコ台で罰ゲームを決めちゃいます。今回はですね、罰ゲームが一部新しくなりました。出た。お、はい、一番が風船バー。お、2番草汁ペット。草汁ペってなんだ。ここの草汁ほんとやばいから。ほんともう一時台無しだから。何それ何それ。で、全力モノマネ、こちら。カラダンボール座り、これも結構ですよ。あ、面白い、いいね。これですね。で、なんだ、フット氷。で、フット氷。あとは変わってないんですか。あとは一緒です。なんで残ってんだよ。変わらなかった。バカじゃん。ここの名物なんで全部変えねえんだ。ここの名物なんだ。名物じゃねえ、もう終わったよ。あれはあの時代は終わったんだよ。それでは罰ゲームチャレンジスタート。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、入りました。果たして今回の罰ゲームは一体
新しいの来い、新しいの。新しいの。Amazing。こちらの空の段ボールに座ってもらうシンプルな罰ゲーム。ちなみに一つはクッションが入っています。じゃあね、はい、どっちかにクッション入ってますから、はい、片方は下にドンといきます。もうこっちで、私は目の前にあるものを信じる。いいですか、はい、じゃあ前に立ってください。多分お尻の重みでね、行くから行くよ。そのリアクションが欲しかったわけよ。そうなんだ、今までと全然違うじゃん。うわ、すっぱじるかみたいな。いいですね。これこれこれだよ、これだよ。この初体験のこの感じ、そうそう、これがいいんですよ。いいですよ。それでは罰ゲーム執行。おすげえ。おおクッション、クッション、今の座り方でいった、危ないよ。よくあんな勢いでいったな。あんなんダメだよ。盲点ガンだよ。普通に椅子に座る感じでいかないと。ってことはもうクッションないの分かって座ることになるんですよ。気をつけて。待って、なんでですかこれ。こういうこと。そうそう、椅子に座る感覚でずっと体重預けるか。お願いします。普通に座る感じで。そうそうそう、どこの特に地味だよ。地味じゃない、痛くなかったか。あんまり痛くない。同じ人はお尻があるから痛くないんだよ、あんまり。私の方痛かったの。こんな分厚いクッションあんのに、あんなだから、で、私は地味だよっていう後悔ってわけわからない。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上、ホームページからご応募ください。やっぱこれセーフがあった方が面白いんだよ。3つ3個あって、